Having eliminated the best in the junior featherweight division, Pacquiao and his handlers realized it was time to move up to the featherweight division, where the competition was tougher, the fighters more colorful, and the money far more attractive. After virtually flirting with disaster against comparatively unknown Kazakhstan featherweight champion Serikson Yeshmambetov, who stunned the crowd at the Luneta by decking Pacquiao in the fourth round, Manny sent the Kazakhstan upstart to the canvas twice in the fifth before referee Ver Abainsa stopped the bout and awarded Pacquiao a fifth round TKO. Welcome once again to the Quirino Grandstand right here in the heart of Manila. As tonight, Elorde International Productions, in cooperation with First Gentleman Mike Arroyo and Manila Mayor Lito Atienza, proudly present Bakbakin sa Manila. Are you ready? Are you ready? All right, ladies and gentlemen, walang atrasan, it's time for your main event of the evening. 10 rounds of boxing in the featherweight division. まあ、私がルイス・テスピノさんのマネージャーだった頃、セサル・ソトと戦った時に、30万とかですね、一節50万とかいう、ルネタパークなんですよね。今回もすごいお客さんです。And the Makati Police Force International Referee Sylvester Abainza。 2003年3月15日、フィリピン・マニラルネタパークです。ここでノンタイトル戦、マニー・パッキャオがどんな戦いを見せますでしょうか。 Tonight, wearing blue trunks with white and black trim. He weighed in at 126.5 pounds. He has a fight record of 13 wins, 9 losses, 1 draw, 8 victories coming by way of knockout. He hails from Kazakhstan. And let's give a warm Philippine welcome for Serikson Yeshmambetov. Kazakhstan の選手です。サリクザン・イェシャマンベトフ。And his opponent fighting out of the red corner to my left tonight, wearing the colors of the Philippine flag, one of the most exciting boxers in the world today. He weighed in at 126 pounds. He has a fight record, 36 wins, 2 losses, 1 draw, 28 victories by big knockouts. Ladies and gentlemen, he is the 2-time world champion and current IBF super bantamweight champion of the world from General Santos Mindanao. Here is your very own Manny Pacquiao. IBF 世界スーパーバンタム級のチャンピオンです。マニー・パッキャオ。今回はノンタイトル戦です。ですからウエイトはフェザー級になっています。ノンタイトル10回戦。うわ、浜さんすごいですね。まあ、後ろからはどうなんでしょうかね。見えないんじゃないですかね。そうね、双眼鏡がぜひとも必要な観戦になってしまいます。マニー・パッキャオ、セリクザン・イェシャマンベトフ。さあ、ポイントを1点、教えてください。まあ、やっぱり地元これだけたくさんのお客さんの前ですから、はい、ノックアウト期待しますね。さあ、どんなノックアウトになるのか、あるいはカザフのイェシャマンベトフ、どういう戦いっぷりを見せますでしょうか。イェシャマンベトフはこれが24戦目になります。一方、パッキャオは39戦目です。この場所はね、そのマニラで有名なホテルがあるんですよ。マニラホテルって言って、昔マッカーサ元帥がですね、ずっとそこを、自分のその、まあ、一種の住宅にしてたんですよね。そこで滞在してたんですけど、それの前にルネタ公園っていうのがあるんですよ。そこずっとその使ってるんですね。さあ、試合が始まっています。マニー・パッキャオ、セリクザン・エシャマンベトフ、現地から届きました映像そのままご覧いただいています。残念ながら現地の実況が入ってしまっています。ご了承いただきたいと思います。今背中を見せていますのがカザフのイェシャマンベトフです。
まあ、サウスポーの方がその世界チャンピオンのパッキャオですね、はい。まあ、なんといっても見るべきはこの攻撃力、マニー・パッキャオ。おお、カザフ、セリクザン・イェシャマン・ベタフ、右ボディブローです。上からの映像です。たまにはいいんですが、こう続いてしまうとちょっと見づらいところもあります。おお、インサイドから入りました。右、マニー・パッキャオ。マッキャオは現在のタイトル3度目の防衛まで来ています。そして4度目の前に1つ、このノンタイトル戦を挟んでいます。左左ストレート、そしてまた右ワンツー。マニーパッキャオ、スピードありますね浜さん。こういったやり方になるとパッキャオ本来の持ち味出ますね。はい、大きく左で入っていったんですね、はい、それがまだ連続して打つんですね。重たいパンチを放つイェシャマン・ベトフという情報があります。その前にガンガンいってるマニー・パッキャオ。おーっと、今みたいに思いっきり左で入ると、はい、あれがパッキャオの、まあ、パターンですね。いやー、お客さんも喜びです。第1ラウンドからダウン、これは早いかもしれません。おー、これで左を左にねじ込むぐらい打ちますね。そうですね、これ左強いですね。左がもう決定打になっています。パンチくぐります。あー、ちょっとイェシャマン・ベトフ形が崩れつつある。あーっと入りました。聞いてますね。殴りつけます。たとえクリンチされようが左で切り離してしまいます。わーっと、なんとかなんとか食らいついてイェシャマン・ベトフ攻撃をしのぎました。さらに、うわー、今日のマニー・パッキャオはいつも以上にアグレッシブです。ここでゴングです。あっという間の3分間、第1ラウンド終了しました。ダウンがありました。10対8パッキャオですね、はい、どうですか小泉さん、今日のパッキャオは。まあ、いつもと一緒ですね。いつも一緒ですか、うん。まあ、こういう八方破れのそのまあ1ラウンド目ですね。1ラウンド目特にその出てくるんですよ、でね、その普通いい選手っていうのは右のリードがうまいとか、はい、そういう意味でともかく左を叩きつけていくわけです、とかね、結構それが当たるんですよね、うまい選手とか、はい。この試合はハイライトでご覧いただいています。2ラウンド割愛させていただきます。第3ラウンドに入りました。まあ、あの勢いとしましては小泉さん、2ラウンドも一緒だと。そうですね、プレッシャーかけ続けてですね、はい、マニア・パッキャオ、とにかくもう左を中心に攻め込んできます。落ち着いた表情を見せています。イェシャマン・ベトフもなんとか2ラウンドを経まして、取り戻そうかなというところまで来ていますが、まだまだ勢いはパッキャオにあり、あまりにも会場が大きいので大きなビジョンも用意されています。まあ、これは当然の計らい方とは思いますけれども、公園全体を使っているようなそんなところです。左ストレート、もう一回いきます。とにかく左中心。パッキャオ の、 あの浜さん、攻略法として、おお、右左通します。どういう攻略法がまず思い浮かびます。パッキャオの体勢ですか。パッキャオの体勢、振りが大きいですからね、はい、雑なんですね。ですから、あのディフェンスも、まあ、今攻撃がディフェンスになってるわけですからね、はいはい、まあ、最大の防御というんですかね、それにはなってますけど、パッキャオが打っていくところというのは迫力あるからみんな打ち返せないですけど、向こうはある意味で目のいい選手だったら打ち込めそうなところあるんですよね。とにかく勢いはどの選手を迎えてもご覧のような勢いを出します。まあ、今回はフィリピンマニラで行われています。この辺も若干手伝っていつもより若干攻撃的にも見えるんですが、先ほど第1ラウンドにはすでにもうダウンを一つ奪っています。もう、あの、小泉さん、このパッキャオというのはタイトル取る前からずっとこうなんですか。もうこのボクシングですね。じゃあもうかなりの勢いを、持ってデビューして、そしてチャンピオンに上り詰めたわけですね。
まあ、ルイス・デスピノサがそのチャンピオンの時ですね、一緒によく練習したこともありますし、ああそうですか、カルロス・リオスとの5度目の防衛戦のセミファイナルでパッキャオ、その当時の東洋太平洋タイトルマッチしたことありますね。じゃあ小泉さん、それこそ本当によくご存知なわけで。ただ、ね、そのよく打たせるんですよ、練習ではね。そのパンチはあるんですけどね。あ、練習でかなり、あ、そうですか。という今の話ぶりだと、試合のは強いんだよという、そんな風にも取れたんですか。そうですね、実戦向きですね。はあ、やりします。聞こえよく滑るように入ってきました、カザフのセリクザン、イェシャマンベトフ。マーさん、このエシャマンベトフどうですか。いや、まあ、やっぱり1回目にダウン取られましたからね、まあ、それからずいぶん回復はしてきているところがありますけど、そうですか、まあ、ある意味では飲まれているところありますよね。まあ、またまた続けます。その前に浜田さん、いやーとなんかおっしゃりかけましたね。それは何を言おうとしたんですか。まあ、この選手はですね、まあ、普段距離を取ったところあればうまいと思うんですけどね。あ、今日は取れない、距離を取った間を取っていればうまいところ出るでしょうけど、これだけ強引に入られると自分のホームが崩れちまうんですね。小泉さん、どうでしょう、ポイントは。ポイントは10対9ですね。そのパッキャオですね、はい、あの左がですね、結構うまい選手も食うんですよね。リーロレジャバやる前なんかです、ね、はい、私は今日なんかとてもレジャバに勝てないだろうと思ってたんです。レジャバあの評価高かったですもん ね、その攻防権利で。ところがあの八方破れの左ストレートがですね、ものの見事に当たりましたもんね。八方破れマニーパッキャオ、第4ラウンドです。スタイルはこのノンタイトル戦でも一緒です。まあ、まさか3階級上げて体力通用すると思わなかったですね。そうですね、全く違和感ないですもんね。むしろ体重上げて一段と体力でもあついきましたね。あ、なるほど、本人にとっては良かったのかもしれません。以前はフライ級で、今ベルトを持っているのはスーパーバンタムです。ですからスーパーフライ、さらにはバンタム、スーパーバンタム3階級上ってるわけですね、上がってるわけですね。例えばですね、この選手の技術的欠点っていうのはですね、右のジャブ出した時に左のグローブっていうのは顎の横につけないといけないじゃないですか。はい、ジャブ出した時に外側行ってもう真ん中開いてしまうんです。それがフライ級の時から治ってないんです。それそう、あと右がパクッとカウンダウン。だから今打ちに行ってるところですよね。マニーパッキャオなんとダウン、真ん中ストレート来ましたね。その前に小さな一発もありました。そしてついにダウン、右をもらってしまいました。攻撃しているところはああいうところがあるんですね、パッキャオの場合は。今小泉がちょうどおっしゃっていたそんなところでしょうか。右を出した時に逆の手でですね、自分を守ってないんですよ、防御してないんですよ、アイちゃんですね。さあ攻め込まれています。これは大変なことになりました。これはタイトルかかってませんけどもね、あの大事ウエイトも上がっているわけですけれども、これはちょっとそのチャンピオンの名前に傷がつきます、ますね。まだ十分時間あります。さあこれからがセリクザン、ヤシャマンベトフ、力の見せ所です。オリブロ、そのヤシャマンベトフ、言い忘れましたけども顔が随分腫れております。この左をいっぱいもらってます。お、左当たりません。まだ効いてるんでしょう。まあ、当たれば今のパンチも強いですよ、振りは速いですからね。そうですか、当たりません。でも当たりません。ヤシャマンベトフもね、そう急にパンチが当たったもんでですね、ちょっとやっぱり狙ってるっていうところがありますね。だから硬くなってるんですよ。一気に逆転勝利狙っていますか。それは当然狙いますでしょう。パッキャオがパンチを繰り出すうちに、なんとなく取り戻しつつあるようです。レフェリーがエシャマンベトフの方を見てますね。テープですね。今ね、実況の意味もありましたけど、左の目の方に注意がいったのかなというところだったんですが、テープだったようです。間もなく4ラウンド終了です。
ああいうちょっとした休みがですね、やっぱり助かるんですよね。あ、元気出ましたね、パッキャオ。わーっと、元気いっぱい、元気回復しています。第4ラウンド終了しましたが、パッキャオダウン。セリック went down in round number 1. パッキャオ went down in round number 4. まあ、ポイントは10対8。エシャマンベトフのポイントですね。まあ、パッキャオ反撃しましたけど、あの程度の反撃ではですね、10対8を10対9に縮めるには足りませんよね。うわ、アマさん本当にガードなかったですね。攻撃してるとこの選手は攻撃力で勝ってますけどね、打たれる隙はたくさんあるんですね。ただあの攻撃が迫力あるんでみんな振ってこないですね。第5ラウンドに入りました。これは試合として、面白みが出てまいりました。両選手がダウンを期しています。ダウンの取り合い聞いた後 の, あのテープを外れて、直したところはパッキャオ救われましたね。あれだけで随分違うもんですね。違いますよ、苦しかったところでしょうけども、パッキャオテープに救われました。パッキャオガードを上げてます。まあ、最初は上げてるんですけども、もともとガード高いんですね。打ってる時ですよね。オープンガードになりますから、気前が良くなってしまいます。マニパッキャオまた始まりました。まあ、思い切りがいいですよね。技術的には決してそんなに優れた選手じゃないと思いますけど、はい、まあ、パワーがありますよ、やっぱり一つ飛び抜けたものを持っていますとチャンピオンになります。マニパッキャオ、おー、打ち込む時のですね、結構危ないですよ。相手右のカウンター取ってくるかも分かりませんけど、思い切りがいいんですよ、パッキャオの場合は。あ、これまたテープでしょ。これはエシャマンベトフ、パッキャオにどんどん余裕を与えてしまいます。それでなくても押し込まれていたんですが、まあ、これは自分が休む時間にはいいかもしれませんが、あの辺りって水が濡れるとどうしてもやっぱり晴れてくるんですかね。そうですね。これは時たま自分を救いますが、あるいは時によっては相手を大いに助けてしまう時もあります。まあ、それ以上にファンの皆さんはちょっと水が入りまして、気が抜けてしまうものですが、おお、いたの、あたたたたた、今の喜び方は浜さん聞いてたんでしょうかね。うわ、お客さんすごい大喜び、作業をしています。まだ1分20秒ありますから、ありますからね、決まりそうですね、このラウンド。行きます行きます、とにかくもう左でどんどん行きます。一発当てればいいですね。ふわっと踏みとどまれません。あ、止めましたね。試合終了です。もうこれ以上やっても勝負ありだということでしょう。ダウンラウンド、第5ラウンド途中で試合終了であります。Manny Pacquiao the victor, but he had his scary moments, Popoy, in round number four. 最初のダウンでしょうか、これは。Went down. そうですね。Pacquiao unloading, finally. サルネタマアリガン、マニラメイヤー。特に左ですね、当てる感はあるんですよ。ほとんどこの左だけで勝ってきたという。そうなんですね。Bear Avalanche calls a halt to the bout.The time 1:52 of the fifth round. Your winner by technical knockout, Manny